猫つるつる猫つる TV。 はい、どうも皆さんこんばんにゃ、猫です。今日はね、みゆちゃんがいつ生まれてもおかしくないので三箱作りしていきたいと思います。その前に途中でね、ちょっと僕の猫アテレコみたいな寸劇やってますので、そちら見たい方はコメントのところにまた始まりの秒を出しておきますので、そちらから確認して見てみてください。はい、では元の話に戻ります。前回の出産の時は左側ですね、奥側にあるアマゾンの箱で作らせてもらったんですけど、ちょっとコメントでね、小さかったから嫌がったんじゃないのみたいな話があったので、今回お隣にダイソーさんあるので、ダイソーさんの店長さんに言って、大きな箱いただいてきました。2番って書いてる方ですね。こちらの箱で作っていきたいと思います。後ろの箱は何か使うものがあればと思って持ってきました。材料ですけど、段ボールとちょっと今回この100均で買ったマットと粘着テープとハサミとカッター、こちらを用意しました。もうほぼほぼこちらでできますので、皆さんも参考になればと思います。まず入り口なんですけども、入り口を作るにあたって全部開放してもいいんですけど、あら、みゆちゃん気になるかな。はい、ここの角をね、今回残そうと思います。なんでかって言ったら、ここの角残すと結構ね、横壁の補強になると思うので、うん、切ってみました。で、あのマットがですね、なんとっていうか、まあこうやって下に引いて、まあカッター使う時とかにちょっとね、床を守る防御策としても使わせてもらいました。はい、もみじやマロもめちゃくちゃ気になってますね。まあこんな形で角を残すことによってバランスを保ってるっていう感じですかね。うん、ここがあるとだいぶ揺れにくいと思います。うん、でこのベラベラした箱の外側なんですけども、内じゃなくて外側に固定をするような形で留めていこうかなと思います。その際には100均のダイソーさんの粘着テープ使っていきますね。こちらなんですけども、上と下を両方留めていこうかな。今回シルバーにしたのには意味があります。はい、シルバーベンガルだからですね。はい、ギャグは置いといて、ギャグになってないね。まあこんな形で僕が作ってる間にも、うちのベンガルたちはもうね、覇権争いです。ちなみにこれ、今アマゾンの箱に入って遊んでるのはルイパパとマロですね。もう男の子同士やんちゃです。2人でいつもね、噛み合いしてますよ、戦って。マロも負けてないっすよね。ルイがでもやっぱり強いな、大きいしね。で、僕の邪魔をするのはモミジですね。はい、ではほぼほぼ完成しましたので、あとはこういう形で上からタオルをかけたり、中にもタオルを引いてあげたりしようと思います。はい、これでほぼ外観は完成ですね。で、マットを引こうと思うんですけども、マットを入れてみてびっくりですよ。これちょっと長すぎますね。まあサイズがね、横幅も合ってないのはあるんですけども、これどうにか切ろうかなとか思ったけど、考えてみました。はい、こんな形で後ろのね、部分の底部分ですね、こちらにカッターで切り込みを入れて後ろから抜くという形で、ちょっとね、使わせてもらいました。やっぱりね、マットと段ボールサイズ合ってないので、横にはどうしても隙間ができちゃいますけど、お許しください。で、後ろはこんな形で抜けてます。で、意外とこれがあることによってですね、あの横揺れとか縦揺れね、こちらの裏にね、滑り止めがついているので、これによってこうちょっとした揺れにも対応できるんですね。これは嬉しい誤算でした。チョキンチョキンチョキン。はい、切っておきますね。裏のあのポッチも忘れないように捨てておきましょう。完成です。
もう子供たち、猫猫たち悪さばっかりするんで閉じ込めちゃいました。ごめんね。早速ミュウが入ってくれました。うん、どうでしょうね。気に入ってくれるといいんですけどね。うん、タオルも引いてあげたんですけど、上に結構気に入ってるかな。匂いを嗅いでますね。あ、座りましたよ。座ってくれた、嬉しいですね、これはね。うん、思うツボですね。はい、でも頑張って作った甲斐がありますね。これは嬉しいです。素直にみゆちゃんありがとう。でしばらくするとなんとね、ルイが陣取ってたんですね。そこにミュウも現れたので、僕の寸劇のスタートです。ここは僕が気に入った場所だよ。いえ、私の場所よ。なんだって、許さないぞ。私の場所なのにあなたひどいわ。なんだこの野郎、この野郎、なんだこの野郎、俺の場所だよ。いえ、ここは私の大事な赤ちゃんを産む場所なの。なんだって、ああ、俺かかってこい。俺の場所だ。あなたひどいわね。ふん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 、どうだ俺の忍法は。ひどいわあなた、出ていくわもう。あ、ごめん、ちょっとやりすぎちゃったかも。やっぱり戻ってきましたよ、子供を連れてね。なんだって。何あなた、子供のいる前で私に手を挙げるのね。なんだって。ママのお尻臭い。それはいいの今。ここは僕の場所なんだよ。いいえ、私の場所よ。ダメだってば。もうちょっとサービスしてあげるから僕にちょうだいよ。ダメ。ほら、いい場所でしょ、見てごらん、もみじ。ちょっと何すんのよ、俺だってもうガブッとガブッと。痛い、ひどいわあなた、赤ちゃんがいるとこよ、そこは。あ、やめて、パパママやめてよ、もう。ごめんごめん、子供の前でやることじゃなかったね。ぴょんっていうか何この劇、ちょっとね、ちょっとアホっぽいっすよね。自分でやっときながら、もうちょっとね、自分のバカさ加減にちょっとイラッとしてきたんで、もうここらでやめときます。普通のアフレコにしておきますね。と思ってたら、なんとですよ、寸劇のせいでマイク潰れちゃいました。キーンってずっとね、ハウリングが起こってるんで、ちょっと急遽取りやめて、今マックに向かって直接喋ってます。これでアフレコしますので、ご了承ください。夫婦喧嘩始まっちゃいましたね。結局ルイもミュウもどちらもこの場所がすごく気に入ってくれたみたいで、2人とも譲り合いがないですね。ルイも痛い、ミュウも痛い、その気持ちは痛いほどわかる。うまいこと言っちゃったかな。あ、違うね。隣にね、アマゾンの箱で僕が類用に作ってあげたんですけど、早く気づいてほしいけど、この真面目な表情、類のね、ミュウの方が降参しちゃったかな。あ、安心安心、ミュウだけ入ってると思ったらまた来た。結構しつこいんですよね、類は。早く隣のアマゾンの箱に気づいてくれよって感じですけどね。ミュウはね、くつろごうとしてくれてるので、まあ、作った甲斐があったかな。あ、もう完璧リラックスしてますね。また来た。本当にね、ルイしつこい。さすがにミュウも怒るよね、これはね。あ、ルイ気づいた？隣だよ、隣。アマゾンの箱あるよ。気づいてないですね。ミュウ、一人でくつろげるかな、これ。あっと、忍者か、お前は。あ、そして気づいた。あ、これであとはアマゾンの箱にルイが入ってくれれば
こちらの思うツボなんですけども、はい、入りましたと。どうルイ、タオルとか引いてないけどルイはそれでちょうどいいでしょっていう感じ。ルイはアマゾンの箱、そしてミュウは僕の作った三箱、これが一番ベストですね。ミュウちゃん気に入ってくれてめちゃくちゃ嬉しいです。やっぱね、こうやって入ってくれると作った甲斐がありますよね。ものすごく簡単に作っちゃいましたけど、ここで無事に可愛い赤ちゃんを産んでくれると僕も嬉しいです。皆さんも一緒に応援してください。はい、今日はね、いろんなバグがあったり、変な寸劇入れてしまったりとか、もうなんか変なグダグダになっちゃいましたけど、ぜひもう出産近いのでまた見に来てください。それではバイニャーバイニャバイニャバイニャー。